圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。さて、夏のソングス&ドックス山合宿シリーズといいますかね、もうずっと避暑地にいてお届けし続けました。7月から8月にかけてずっとこんなですもんね。皆さんには申し訳ないんですが、もう本当8月にして長袖を着ないといられないという感じです。なんか聞くところによると、過去にはね、8月でも9月でもストーブは炊く、9月なんかも普通に炊くって言ってましたしね、都会とはまた違った気候の中でお届けしています。このギターもね、過酷なこの寒暖の差を耐え抜いて、映像に参加しているわけです。さて、夏の、旅回りシリーズシリーズみたいなものでしたが、いろいろですよ。本当湿気が多いんで、屋根の下じゃないと本当にいろんなものが濡れ始まってんじゃないかっていうような日もありましてね、ほぼほぼこの大きな屋根のかかったウッドデッキを借りての撮影を毎週してきました。なのでちょっと一部似たような絵に見えるのかもしれないですが、私的にはもう全然毎日毎日毎回毎回、気持ちも新たにと言いますか、なるべくいい絵が撮れるといいなと思いながら、撮影しているわけです。いかがだったでしょうかっていう感じですね。今日の1曲目はあれどこでやったんだ、ラブ&ピースでの馴染みの女ですかね。前にも言ったけど、ラブ&ピースの時は本当限られた時間なので短い曲をどんどん集めていったから、馴染みの女をやったとすると、そうですね、ラブ&ピースライブでやっているようです。空間、森屋さんの独特のね、広いスペースですが、いつか自分メインのライブをああいうところでやれたらいいなと思っていたんですが、叶わないまま店移っちゃったんで、残念と思いますけど、そこまでの人気者じゃないんでね、しょうがないのかなとも思います。これからもいい歌書いて歌って続けていくうちに、何かこういい巡り合わせで素敵なライブをやっていけたらなと思っています。感謝を込めて、つまりは多分これが僕がこの番組とお届けするエコガレージ森屋さんのライブ映像のファイナル、もう他にあんまり撮ってないんでね、なるのかなと思います。馴染みの女をお聴きください。森屋さんありがとうございます。全泊叩くのは無理なんで、一向きに叩いてみたら、あれ？いや普通そうだよ。
さて、そして234回目の2曲目です。去年書いた数少ないまあ数は毎年少ないんですが、数少ない新曲でして、黄昏という曲です。誰ぞ彼と書いて黄昏です。これも、まあ、仕事からの歌になるんでしょうかね。認知症のこう点数をつけるテストがありまして、そのテスト問題を歌詞にしているという関係で、なかなか堂々と歌っていいのかどうかがよく分かんないというね曲ではあるんですけど、それをポッケチーゼさんでのライブで、黄昏という曲です。今かなりやる頻度の多い方でしょうかね。いろんなところで歌うようにしている曲です。一つちょっと野望としては、はい、私の仕事の中でね、ご高齢の方と触れ合う機会の多い仕事を今実は結構してまして、そういう活動してる団体でどこかこの曲拾ってくんないかなと、テーマソングだったり、その団体の歌だったりで使って歌ってくんないかな、使ってもらえないかなと思いながら歌っています。ということで、黄昏聴いてみてください。どうぞ。I'm not afraid to die.
ポッケチセさん、背景がね、ごめんなさい、お名前忘れてたけど、その日は展示をしている日だったので、絵画に囲まれて歌うというような環境だったと思います。そして、ロックファンに囲まれて歌ったのが、次の今週の最後の曲です。二人のチャンネルというですね、この日持参した曲の中では唯一その皆さんのハートをつかめそうな、そんなことないかな、まあ見るからに乗ってもらえそうなというので、皆さんにお願いして、盛り上げていただいた記憶があります。この夏ずっとこうやって山で過ごさせていただきました。山小屋提供していただいた方にも匿名ですが感謝いたしたいと思います。本当にありがとうございました。またいろんな都合でこのウッドデッキからお届けさせていただく回数は多くなってますんでね、来週以降また新たなシリーズ切り替えていけたらなと思います。では、夏のライブシリーズファイナル、違うな、夏じゃない、初夏の梅雨のライブツアーシリーズのをこの夏お届けしました。つまりまあこれから夏の終わりから秋にかけては夏のライブシリーズが続くのかな、どうかな、わかんないですが、お聞きください。どうも本当に一人だけなんかこう森の中のいい環境でロケしてね、いい思いしたなという日々でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。
ブルースハープです。原田圭介、どうもありがとうございます。